アンデルソン・マルチンスこと、アンデルソン・ビエーラ・マルチンスは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは DF。セアラー州のフォルタレーザに生まれ、バイヤ州の EC ビトーリアの下部組織で育った。2003年12月に3年契約を締結。2006年3月と2007年8月に契約を延長した。2007年8月7日のカンピオナート・ブラジレーロ、セリエ B で、 初出場したが、この時に、チームメイトのアンデルソン、フェレーラ、アンデルソン・ホドリゲスと区別するために、アンデルソン・マルチンスと呼ばれるようになった。この年のリーグを4位で終えた、ビトーリアは、カンピオナート・ブラジレーロセリエ A に昇格。2008年には、カンピオナート・バイアーノ、2010年には、カンピオナート・バイアーノとコパドノルデスチのタイトルを獲得した。 2010年12月には、投資会社のトラフィックグループと契約し、CR バスコダガマに4年契約で加入。同年8月、ポルトガル、ドイツ、フランスといった欧州各地からのオファーがあった中で、トラフィックグループは彼を4年契約で、カタールスターズリーグのあるジャイ主導派に移籍させた。欧州でのプレーを夢見ていた。彼は、この移籍に不満であったが、カタールに在籍した。 経験のあるジュニーニョペルナンブカーノが、カタールのサッカーのレベルは向上していて、ヨーロッパへの窓口となると説得したことによって、カタール行きに納得したと、アルジャイシュとの契約が終了した後に彼は語った。彼のアルジャイシュへの合流はシーズン中に遅れたため、カタールデビュー戦は、翌2012年1月2日にずれ込んだがこの試合で、彼はフリーキックから得点を決めた。 2014年に SC コリンチャンスパウリスタへの期限付き移籍をすると、以降は、アルガラファ、ウムサラル SC と期限付き移籍を続けた。2017年にアルジャイシュとの契約が終わると、フルスのバスコダガマに復帰した。2018年1月12日にサンパウロ FC に加入。この移籍について彼は、このトリコロールのクラブはチャンピオンであり、タイトルを求めてやってきたと述べた。 24日のカンピオナートパウリスタ、ミラソー FC 戦で遺跡後初出場。2020年8月、サンパウロ FC を退団した。2005年に仙台カップ国際ユースサッカー大会のメンバーとして来日し、ブラジルは初代王者に輝いた。ありがとうございます。